はい、こんにちは、シタロウです。今回は VR 会になります。この VR チャット散歩では、Wi-Fi 特定のテーマに沿って、私が見つけたワールドを紹介していきます。では、今回のテーマは、こちら。VR チャットで部屋の紹介というと、どちらかというと、その VR シミを通してどうかとかいうイメージもあるかと思うんですが、すごいゴージャスな部屋でいいなとか、あ、これなんかリアルで参考になりそうだなとか、そういうケースもあるんですよね。いつかはこんな部屋に住んでみたいな、みたいなイメージで見ていただけるといいんじゃないでしょうか。それでは、まず、こちらのワールドから行ってみましょう。それでは行ってみましょう。え？入り口になんか変な生き物がいますよ。猫ちゃんのぬいぐるみ。うん、ボーって遊ぶことができます。これは三毛猫。黒猫もいますね。ああ、なんかかわいそうなことしてしまいました。はい、これで元通り。はい、改めてお部屋の中に入ります。整然としてますね。どこから見る？ブニョン綺麗。大きいモニターがあります。そうだな、なんか再生してみようかな。それじゃあ、自分の動画を再生。せっかくの大画面なのに、ショート動画って選択ミスしちゃったかな。長くて広いキッチンだけど、ここで調理する道具はないみたいですね。道具本を握れないってことかな。落書きをして、見ましょう。ちゃんと綺麗にしてから、次に移動しますか。はい、お部屋に到着。お部屋というか、これも建物の外から入るっていうタイプですよね。おお、これドアじゃないんだ。あれ？どっから入るんだろう。入り口が見当たりませんよ。これそのまま素通りで入っちゃってもいいのかな。あ、いけますね。
ペン。ここはアイランドキッチンです。なんか道具は疲れない。私の掴み方が悪いのかな。整然としてるけどちょっと寂しい感じかな。ここにも大きなテレビはあるけどさっきのと違うよね。使い方がちょっとわかんないな。それでは2階行ってみますか。おお、結構広いホールみたいになってるんだ。催し物みたいな時にいいかもしれませんね。この奥にも何か部屋がありますね。ああ、ここは完全なプライベートルームか。パソコンのデスクもあります。横に何か操作パネルはありますけど、なんだろう、適当に触ってみよう。ああ、ミラーにあるんですね。結構大きめのミラーかな。これだとだいぶ部屋が広く大きく見えるって感じ。じゃあベッドの目の持ちも試してみましょうか。ああ、なんかいい感じ。星があるけど、よく見ると地球じゃないんだよね。周りを見てみたら何か別の星もある。ここは異世界のどこかの星なんだね。さて、ではまた次に移動しますよ。一転して、こちら、アルフダリムした。朝焼け？ん？夕焼けかな？どっちだろう。ミラーって書いてあるけど、なんだろう。しても、あのままよくわからない。座れるタイプなんだけど、あ、ダメだ。体が感知しちゃうわ。この部屋も急じゃないんだな。そういうタイプが多いんだね。ソファーの件があったからちょっとダメかなって思ったけど、パターンってなるとこうなっちゃうよね。ちょっとここで私は寝られないのかな。はい、では次、最後のお部屋に移動します。左の扉を二度押すと、なんか出てくるって。ああ、これか。まあ、なんか便利そうですね。これいいな。
なんかいい感じのちょうどいい広さの真ん中にはありますね。いいなこれの。はい、改めてお電話に入ります。部屋には音楽系の機器がいっぱいあります。そういう趣味の人お部屋なのかな。まあ結構いい、ターンテーブルのプレイヤーがあるよ。ああ、そっか、ターンテーブルとかいっぱいあるからDJ をやってる人の部屋ってことか。ベバ入り口にそういうビデオが掛ってたもんね。じゃあこちらの部屋のベッドも試してみましょう。やった、寝られました。しかも暗くすることもできる。これは V3 に向いてる部屋だね。実はさっきのコントローラーを使って部屋の暗さを暗くしたりとかタイムをついてるんだよね。あとビデオプレイヤーもあるし、これ便利だな。いいな、ここ。どこには露天風呂もあります。露天風呂というよりはジャグジーっていう感じかな。あーでもここ栄養殿の方で一番リハを積みたい。はい、今回はこんなところですかね。はい、VR チャットのワールドを散歩、お部屋編ということで、はい、いかがでしょうか。はい、それじゃあまた別の、VR 散歩動画でお会いしましょう。それじゃあ、バイバイ、またねー。